早いものでエンディングでございます、はい、ここでゲストの登場です、はい、今月末7月25日から名鉄太田川駅東側どんでん広場で開催される太田川ホットサマーガーデン2018の音楽ステージに出演するアーティストの方にお越しいただきました。それも乙女ボタンの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆さん自己紹介を一人ずつお願いします。はい、それではまずこちら前の方からねお願いします。はい、皆さんこんにちは、乙女ボタンの若草色サキティこと山川サキです。よろしくお願いします。おいサキティお願いします。はい、乙女ボタン桜色カエリーこと高中カエデです。よろしくお願いします。カエリーお願いします。はい、紅色リーダーのコニタンこと小西玲奈です。よろしくお願いします。はい、コニタンお願いします。はい、あやめ色福島サイナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、甘色のセクシーマーメイドこと上田美咲です。よろしくお願いします。上田セクシーよろしくお願いします。はい、そんな乙女ボタンの皆さんなんですが、実は私たち会うのが2回目 で、はい、回目で実はですね、皆さんも映画世界で一番長い写真にもご出演されています。はい、見ましたか。もちろん見ました。もう本当にあのキラキラした作品で、うん、どんな方の心にも響くような作品なんですけど、あのあるシーンに魂込めてるのでぜひあの皆さん見てください。私たちは分かります。はい、がっつり込めてくれてますので、はい、はい、そんな皆さんなんですけれども、うん、太田川ホットサマーガーデンご出演されます。映像がございますのでご覧ください。こちらです。7月25日水曜日から28日土曜日まで名鉄太田川駅東側のどんでん広場を会場に太田川ホットサマーガーデン2018が開催されます。夏の夜に美味しいグルメとビールを音楽とともに楽しみましょう。今年からはスイーツゾーンもありますよ。飲んだ締めはスイーツで決まりです。おとえボタンの皆さんはですね、アニマン春の宴にはご出演されたことがあるのですが、ホットサマーガーデンは初ということで ね、うん、ね、初めてです ね、 ね、今ステージ見たらどんな感じでしたか。もう本当にすごい盛り上がってたので、はい、私たちもすごい楽しみです。ね、結構距離も近いですから ね、 ね、はい、そしてですね、さらにメンバーの山川咲さんは今年の太田川ホットサマーガーデンイメージモデルということで大きく乗ってます。ね、ありがとうございます。私あの今年20歳になったんで、はい、これお酒が楽しめる場所じゃないですか、うんうん、すごい嬉しいです。いやもしね時間があれば楽しんでいただきたいなとも思いますが、ちょっと時間の関係上申し訳ないんですけれどもね、はい、あの新4日目の28日に乙女ボタンの皆さんがご出演されるということで、はい、うん、最後に申し訳ありません、リーダー、はい、テレビに向かって皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、乙女ボタンのライブは初めての方でも盛り上がれる、一緒に楽しめるライブになってますので、皆さんぜひぜひ乙女ボタンのライブ見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで来週のラインナップいけそうですか。はい、はい、来週のラインナップです。リポーターの小田ちゃんがおすすめのマリンスポーツをリポートで紹介してくれます。このほか太田川ホットサマーガーデンのステージにご出演するアズールシャープの皆さんが遊びに来てくれますよ。楽しみに。はい、というわけで今日ね乙女ボタンの皆さん来ていただきましたが、はい、個人的にも好きなグループでございますので、嬉しい、はい、一緒にねホットサマーガーデンをよりホットに盛り上げていただけたら嬉しいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。そして衣装も見どころというところですのでね、はい、ぜひホットサマーガーデンお越しください、はい、そしてまた来週お会いしましょう、はい、さようなら。